立浪監督、これだけ負けているわけなんで、そこは当然。B クラスが確定。これだけ負けているわけなんで、そこは当然のことだと思います。もう少し、何かこう、若い選手、頑張ってはいるんですけど、兆しというのがこのところ、特に見えてこないんでね。シーズンを、ずっと出たことのない選手は、もちろん練習もさせているんでへばりもあるんでしょうけど、残り試合もっともっと必死に、もちろんやっていく中で結果が出る出ないはあるんですけど、もうやっていくしかないかなと。必死にやりたいのはもう立浪だけや。すげえ、点取ったんか。立浪さん冷静だから好き。解説できて偉いほな来年も頼むで。なんで龍を殺したんだ。当然辞任するんじゃないのか。言うて戦力足らんから誰でも無理やろ。あ、もうあなたはチームの心配しなくて結構ですよ。来年いないので。解説の立浪さんの言う通りや、中日の監督最低だな。2年連続最下位と最多借金という球団史に残る偉業を達成するんだから邪魔するなよ。ってことは次の試合から完全若手中心やろな。なんで米について聞かないの？どんでんの真似してみたら、 A の2打者は阪神と対して変わらん、センス投手は阪神クラスなんやから。まだ最下位脱出チャレンジがある。この状態で3年目突入とか本気でやりそうだな、あのクソフロントは。ご視聴ありがとうございました。